シャーペンニュース93、シャーペンです。モンストニュースの翌日に今週のいろんな情報をできるだけ短く丁寧にまとめていく動画でございます。9月でも暑いっていうね、地球でバグが起きてるんで早く直してほしいですね。まず、ブリュンヒルデ獣神化、今やっと火属性来た。まあ、2ヶ月ぐらい空いてたんですけど、とうとう来まして、まあ、特に期間が空いた理由ってのは分かんなかったですけども、単純に待望のキャラクターですね。ブリュンヒルデは割と嬉しいって方も多いんじゃないでしょうか。性能ドン。で、アビリティや進化と神化合体してワープが消えたんですけども、その代わりになんか全部その火力につながるものといいますか、超マイスリー、魔法陣ブースト、魔族キラー L なんで、すべて噛み合ったら結構、まあ、時間殴り急上昇で、リージョンコンボに関しても、魔法陣ブーストと魔族キラー L が乗るんで、まあ、超落雷が優秀になりますし、まあ、加速のサポーターはもちろん頼れると。で、さっき言ったように対応したクエストでは、時間殴り優秀なんですけども、さらにそこに自強化優勢数が乗ってくれるんで、もう本当に大ダメージ与えられますね。まあ、ちょっとこのシールドンとビットン大ダメージはね、全時代的ですけども、単純に12ターン実況化ってだけでまあ、いいんじゃないかっていう。で、仕事としてはまたマリシチェン回ですね。まあ、最近ボコボコですけど、サンゴとかオニマルとかで、またもうあのクエストが楽になると。で、まあ、他でもギミックがあるクエストだったら、その時間殴りが上昇しますし、そういうクエストでは優先できるんじゃないでしょうか。かなり正当派な強化、重心化、おめでとうございます。続いて、7周年カウントダウンガチャイベントっていうわけで、まあ、もうすぐ7周年と書いてあるのを見るに、まあ、10月の7周年に向けてのイベントかと思われます。まあ、実質7周年カウントダウンイベント。で、まず1個目がこの劇中震災ですね。まあ、モンフリー前もやってましたけども、初回10連ガチャが、まあ、最大3回引けるんですけども、その確率、星5以上が 24% 出るよっていう。ただ過去の前例から見るに限定キャラの確率はほぼ変わってないんで、まあ、その辺は注意と。まあ、代わりに副産物はいっぱい出るんで、まあ、限定も狙いつつそこも欲しいなっていう方は引くやつですね。まあこれ結構いつも通りなんですけど、もう一個注目、プレイバックガチャ、初開催でございます。で、まあ流れなんですけども、まず期間中にプレイ玉が配布されまして、まあこの玉では一応無料10連ガチャってことですね。これが引けまして、まあこのバナー見ると分かる通り、こちらも星5以上 24%。で、限定キャラクターも、ラプラスとかオーデンタ三つ葉もいるんで、まあほぼオールスター感謝ガチャ的な感じですね。ただそれが単純に無料10連ではなく、このガチャの特徴として、この専用アイテム、ガチャワットですね。これを使うとガチャを引き直せるっていう機能がありまして、まあ結構他のソシャゲだとね、引き直し機能ってのはありましたから、モンストはおそらく初だと思います。で、このガチャワットの入手方法は比較的簡単でして、ちょっと見返り大地が難しいかなってぐらいで、他はまあモンストやってればさらっといけますし、まあ最大5個入手することができますと。で、このプレイバックガチャが始まる前から、このガチャワットは入手できるんで、ミッションで。まあ、先にこのガチャワットを入手しておいて、まずいざガチャ始まる。で、この10連ガチャを引くと、この結果が表示されて、まあ、これで終了するか、プレイバックするかみたいなボタンが出てきますね。で、このプレイバックを押すと、ガチャワットを消費して、またガチャが始まると、引き直しってことで。ただ、これは注意なんですけども、まあ、無料10連に5回引き直せるんで、合計60連分ですね。最大引けるんですけども、ここから結局選べるのはもちろん10連だけなんですよ。どれか10連ってことなんですけども、まあ、その選べる結果が引き直し前と引き直し後の2種類っていうところですね。だから30連引くと20連分と30連分から選べるんですけど、10連分から選べないんで、欲張っちゃうとせっかく引いた当たりが無駄になるんですよね。せっかく10連でちょっと当たり引いたのにそこから欲出して20連30連で引いちゃって、微妙な結果だと、うわ、10連選べばよかったってなっちゃうんで、このね、判断ってのが一番難しいところですね。これは本当に安牌を狙った方がいいと思います。自分で当たりを決めておいて、このキャラ引いたら終わりとか、初ゲット引いたら終わりみたいな感じで決めとかないと欲が漏れ出して結局最後の方で変な結果で終わるって可能性があるんで、これがね面白いところですね。本当簡単に言ったら無料10連ガチャの配布、まあ 24% で対象オールスター感謝ガチャ的な感じで、まあ、豪華な10連ガチャなんですけども、それぞれの判断によって明暗が分かれるっていう感じですね。まあ、これは多分いろんな方が動画出すと思いますけどね、面白いと思いますよ。性格出ると思うんで楽しんでいきましょう。開催はまあ来週ぐらいからですね。続いて新イベント、花開く心の魔法誕。ガチャキャラこの3体でして、性能がまず、ラベンダー。まあ、これは注目点としては砲撃型の長距離リワインドブラスターですね。まあ、ベビー役が代表例ですけども。まあ、ただ違う点としては爆発持ってないんで、自分で。まあ、ラベンダー複数戦で誘発できないですけども、まあ、代わりにサブに回復弾持ってまして、これはあの SS 短縮弾と一緒の仕様で、まあ、普段もダンク友情だけでも誘発されるとロックオンになるって仕様がありまして、まあ、これで、まあ、友情だけで見たら、ベビー役を上回る火力を持ってますね。で、アビタイをなんか見覚えあると思ったら最近のハドをねじれと一緒のアビリティでしたね。これなんか現代版クイーンバタフライ。で、短縮もあって、その短縮できる SS も貫通の HP 吸収 SS なんで敵に触れやすいですし、HP 管理も可能ですね。で、一応仕事としましては未開の11に仕事を持ってました。そこでまあ、働きながら普段も友情コンボを使って遊べるっていうキャラクターとなってますね。次がジャスミン。これノクターンですね。まあ、鉄製のアビリティはもちろんのこと、キラーががっつり刺さってまして、雑魚に対して。まあ、ノクターンに対してはないですけども。雑魚処理しやすいですし。で、おそらく友情コンボもキラーが乗る2種類のやつで雑魚処理可能ですね。で、8ターンの反射変化率で制限とか、まあ場面によって反射が生きる場面も結構あるんで、
まあ、それに対応していると、まあ、現状分かってる情報だけだとノクターン崩壊クラスですね。あのアドゥブタのハイビスカスぐらいの感じでそれぐらいの暴挙ではないかなと思います。で最後がボタン、こっちがヒヒロカの鉄製ですね。まあ、そもそもあのクエスト重力月束壁なんですけども、鉄製少ないですし、まあ、その狭いところにしかもさらに火力も兼ね備えてるんで、まあ、上位鉄製は取れるだろうっていう。で友情コンボにもキラーが乗りまして、鉱物キラー得ると聖騎士キラーで、これで火力出せますし、まあ、しかも自強化と周囲切りつけない性質も8ターンなんで、まあ、どんどん打っていける、回していけるんで、とりあえずヒヒロカなんですけど、ほんと新夢で久々超絶の特攻キャラクターっていうね、しかも最近出たばっかだし。でも一応他でも浴びたいをそこそこ広めで鉱物に対して嫌いで持ってるんで、鉄製をもぎ取るかなと思いますけどね。まあなんか今回の3体みんな仕事持ってていいなと思いましたね。で、降臨が激究極がクイーンハーチェル、究極がテントロッテ、花冠マッキー、で EX でクーヤも出現します。で、今回はこの確定ドロップのイベントもありますね。まあ期間中この新夢やってクリアすると、箱が2個以上の場合、まあ、運極ですね。運極キャラクターの場合、この金玉が確定1個出るっていう。まあ、単純に無駄な周回が減るんで、まあ、できるだけ CM は期間中に回っておきましょう。で、復活のドンキホーテコラボ。まあ、やっと開催されましたけども、モンスポット関連イベントがなくなりましたね、代わりに。まあ、ただ半年ぶりの開催というわけで。で、モンストのゲーム内イベントに関しては、この期間中にドンペン&ドラゴンのクエストを購入しますね。多分ですけども、メダル稼ぎクエストだと思われるんで、まあ、本当にすごいですね、今月は。有罪コインに稼いでこれでも稼げるんで、まあ、今のうちにね集めておいて今後の高難易度の降臨とか厳選にメダル使えるようにしておきましょう。来週のラッキーモンスター、ファーブル、モーカク、カバレッタ、脅威、ダビ、シガラキ、トムラ、まあ、単純ヒロコクラも2体いるんで、これ作っておいてなおかつラキモンも作れるって一石二鳥ですからね。まあ、それもいいですし、あとまあ初夏2倍もあるんで、これに合わせて作るってのもありだと思います。はい、まあ、こんな感じで今回の目玉はやっぱりプレイバックガチャですかね。まあ、なんやかんや去年みたいな6周年カウントダウンみたいなそういう告知はなかったですけども、先月アゲインガチャって今月これですからね、実質7周年カウントダウンって言っていいんじゃないでしょうか。ちゃんとやってます。というかよかったらコメント欄か皆さんの気になった情報とかありましたらどんどん書いていただけると嬉しいです。あとついでチャンネル登録をしていただけると、こんな感じで毎日も相当が投稿してるんで、よかったら登録していただけるとこれから頑張っていくんで、どうかよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。さよなら。